8329チームの頂点まであと2つ。 JFA 第44回全日本 U12 サッカー選手権大会準決勝第2試合、神奈川県第2代表の横浜 F マリノスプライマリー、そして千葉県代表のジェフユナイテッド千葉 U12 の対戦ということになりました。さあ裏に抜けてきた、シュート打てるか、あこれは惜しくも枠を外れました。さあマリノスのシュート、これは惜しくも枠を外れました。姫野縦に仕掛けて中にクロスを送れるか、クロスを送ってきてシュート、38番の古川が最後シュートを打っていきました。この試合2本目のシュートです。そうなんでしょうね、古川君ねディフェンスのに出てくるんですよね、ゴール前にね。お、チャンスですよ小林君。さあ小林です、シュートオーバーだ。中央シュート打っていったゴールキーパー、よく止めました服部瑞希。さあこれはゴールキーパー、おっと最後は3番の小野口でしょうか。ここはゴール前、こぼれている、おっと押し込んだ、これがなりましたね。しかしこれはファウルの判定かもしれません、でしょうね、はい。さあ片岡のシュート、これは枠の外です。裏を取れるのか、さーっと裏を取る、オフサイドはなさそうだ、シュート打っていく、これはわずかにゴールの上。さあ中に選手が上がっている、これはゴールキーパーと1対1だ、工藤、うわ、キーパー、キーパーよく飛ばした、素晴らしい、川口右腕一本です。いや一番の決定的なシーンですよね。そうですね、はい、さあ横浜、ここは遠目から打ってきました。さあ選手が近くに乗っているショートコーナー、中に3人4人と入っている、ここはこぼれてるシュート、うわ正面、うわこれは正面。そしてここで前後半20分の戦いが終わりまして延長戦へということになります。工藤長使ったシュートは、いやー最後は押し元でしょうか。さあここ延長後半始まっていきなりこちらもシュートを打っていきました。そして押し元のシュートを決めた、延長後半立ち上がり押し元ダイヤが値千金の先制ゴールを決めました。終了、ジェフユナイテッド千葉 U12 決勝進出ということになりました。